みなさんこんにちは、なぎさチャンネルの時間です。今日はとある日の一日をお送りしたいと思います。とりあえず部屋番装着完了です。まずは顔を洗います。この洗顔は小田切ひろさんっていう方が紹介していたので買いました。ハッシュタグひろがいっていうやつです。おすすめです。こちらファンの方にいただいたすごい高級なティッシュで顔を拭きます。このティッシュね、ふわふわでめっちゃ気持ちいいので、貼り付いたからピースしておきました。朝は時間がないのでパパッとスキンケア完了です。朝ごはんを作っていきます。これは B さんに教えていただいた味噌ベーションさんが出しているお味噌汁の完全食になります。これ一つで一食に必要な栄養素が取れるので、忙しい朝にはすごい便利です。あと毎月お味噌の種類を変えているので、お味噌なくなるたびにいろんな種類のお味噌試す私にはすごい嬉しいところです。あっという間に完成しました。とっても簡単です。いただきます。今日のお供はチョコビとしんちゃんです。今回はそのままお水を入れてお味噌汁でいただいたんですけど、お水じゃなくてこれを牛乳とか豆乳とかに変えたらポタージュ風になって、また別の味も楽しめるので今度やってみたいです。大満足の朝ごはんでした。はい、じゃあ練習場に着いたので練習に行ってきます。ちなみに普通に試合できそうなぐらい晴れてはないけど、雨も風も何もないです。まあ仕方がないので行ってきます。はい、ということでお家に帰ってきました。今は多分2時前ぐらいだったと思います。練習が終わってそのままこうダウンとかやってて、ジュリがなぎランチ行こうよって言ってくれたから、いいよって言って、で夏とジュリとジュンちゃん、さあこれは何の集まりでしょうか。ピポーン、ピポーン、なんかポピンとか言ってたのが懐かしいですけど、正解は96年組でした。96ってまとめたらコスサモなんですけど、コスサはもうすでに別の人とランチ行く予定を立ててたので、今回はまあ同じ同い年4人でランチに行くってなったんですけど、ランチがだいたい11時か11時半で、練習が終わったのが、まあ、9時半とかぐらいやったから、ちょっと時間あるねってなって、まあ、シャワーも浴びたいし、そしたら満点行こうって言って、満点ってもう本当にいつもお世話になってる温泉なんですけど、満点に行って、まあ、サウナとかしてしっかり整って、お腹すいたっていう状態でランチに行きました。ランチはね、なんかもうみんながよく行ってるなごみカフェっていうところなんですけど、私はちょっと今回初めて行かせていただきました。実は言うと一回行こうとしたんやけど、その日ちょっとお休みだってタイミングが悪く、私ので、今日初めて行けました。もうね、美味しかった。定食かな、定食だけじゃなくても多分飲みとかもできるんだけど、今回はランチなので定食をいただきました。で、定食とあとデザートとドリンクまでいただいて、もうお腹がいっぱいでいっぱいで、もう満たされて超幸せです。だから本当に今眠たい幸せの眠たさ、なんなんそれはって感じなんですけど、もう大満足っていう感じです。で、初めて行かせていただいたんですけど、まあ、ご飯が美味しいのはもちろんなんですけど、なんかこう来るお客さんが、あ、お昼に会うの初めてやねみたいな、そういうなんて言うんだろう、ほんまにいつも来てる常連さんが集まってるみたいな、あの雰囲気がすごいいいなって思いました。ちょっと私ハマりそうですまた近いうちに行けたらなと思います。はい、でもうめっちゃ眠いんですけど、私寝たら時間もったいないって思っちゃうタイプなので、これから今日は月末ということで、一
私確定申告というか少ないんですけど入れてるんですよ。簿記っていうのかなんだ記入をしてるんですけど、それをねこう年末とかに一気にやるのは大変なので、一応1ヶ月1ヶ月でこうやっておくようにしてるんですね。なのでそちらを今から記入していきたいと思います。はい、あんまりないんですけどね。やっていきます。よし、そしたら今から断捨離をする。減るかな。断捨離します。はい、見ての通りパンパンです。これは夏とか、まあボトムスとかは夏とか関係ないけど、ちょっとさすがに多すぎるので減らしたいと思います。頑張ります。このパンツからいきます。これはもう使う、全体的に使う、これも使う、やべ絶対減らん、これも使う使う、これも使う、なマジで減らんかも。デニムを減らしたいけど、手放そう。多分これはもう履かんと思う、ちょっと年齢的に。ありがとうございました。お次、結構早くない？これはのんけちゃったんやけど、これはあれですね、リーバイスで買ったオーバーオール、これ結構お気に入り。でも多分これを前冬秋とかに買って半年ぐらい寝かせてデビューしたね、去年。これはお気に入りのワンピースで、同じような、あ、いろんなデニムが、デニムこっちにもあった。でもなんかね、これね、なんか臭いんだよね、ずっと。こういうさ、デニムの臭い匂い、なんかよくさ、通販とかで頼むときにさ、服の匂いがきつくて洗っても取れなくて残念ですみたいなレビューをよく見るんやけど、なんかそんな感じ、ちょっと臭いずっとこの匂い取れない。私の服はトゥデイフルかロックか、何でできてるやろな、あとユニクロかな、なんか思わトゥデイフルって感じです。あとはウニットとかも好きだけど、ウニット、あ、これウニットだ。去年あれブドウ狩りの時に着ていったやつ、とか可愛い、なんか珍しいね、私に黄緑って。なんか買ったんです、後で畳みます。あ、これガリットアノニム、好きなブランドでも英語だとちょっと頭に入ってないことが多いですね。断捨離の動画だよね。ねえねえねえって知ってる？みんな最近さ、フルーツジッパー、最近着てるアイドルではないってこの間誰かに言われたんやけど、けどなんか結構 TikTok とかでさ、もうこうやってスクロールすればねえ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 、永遠にねえねえねえ言ってるんですよ、私の TikTok では。多分それを見るからねえねえねえずっと言うとんやろうけど、すごいよねアイドルってって思います。でも可愛いよね、何やったっけ、私の一番可愛いところに気づいて、ヨーだったっけ、気づいてルーだったっけ、ドゥッドゥッドゥッドゥみたいな感じだよね。私の一番可愛いところに気づいてる。みたいなね。やつ。あんなにダンス踊れたらいいよね。マジ、ダンス踊れるんってかっこいいと思う。こうやって。今
の動きでわかると思うけど、私はダンスできないです。次、E トップスは結局着るのは黒のこの短い丈のやつが出番が多いです。バンドーナのはあれユニクロのミニティはマジで使い勝手いいので、あと黒も買いたいぐらい、ちょっとストックしておきたいぐらいいいです。結局ね、この無地って何でも合うからいいんですよね。無地ばっかりでは見て、これね、プーマ可愛くない？これも短い丈ないけど、これはちなみにセールで安かったです。よし、じゃあこれで断捨離は終わります。で、私にしてはこの6個も手放せたので、これはまたみんなにっていうか誰かにあげます。はい、断捨離終了。はい、ということで、とある日の一日を撮ってみました。イエイ。あの8割9割断捨離の動画で埋まるかなと思うんですけど、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ちょっとさ、黒すぎない？ほんとスキンケアしてテカテカやし。で、私はもう眠りにつきたいと思うんですけど、今日はね、この間ちょうどいただいたこの蒸気でホットアイマスク、これゆず完熟ゆずの香りをこう目にこってして爆睡したいと思います。このプーさんね、いつもね、ぎゅーして寝てるんだけど、今は枕にさせてもらってますということで、もう眠いので寝たいと思います。おやすみなさーい。